夏のプールはここで決まり。三連ウォータースライダーが楽しいマザーネイチャーキラリのご紹介です。今回は熊本県山鹿市の、奥屋谷渓谷に位置する、マザーネイチャーキラリを紹介したいと思います。もう何よりプールがすごい。はい、機能性重視のキャンプ専用 T シャツを作りました。キャンプのテント設営がはかどるようにペグをセットできる機能とオピレルのですねナンバー9、こちらがセットできるようになってます。詳細はギアスリング T の紹介動画をご覧ください。マザーネイチャーキラリは菊水インターより車で約40分の位置にありまして、途中で開店するときは山鹿市中心地にある、夢マートで買い物されるといいかと思います。マザーネイチャーキラリのプールは近くの川より天然水を引き込んだプールで、夏は冷たくて最高に気持ちがいいです。さらに、150m の、ローラースライダーもあって、サウナもあって、キャンプもあって、プールもあって、3連続のウォータースライダーもあるんですね。入場料を払えば、プールのみの利用もできまして、時間帯は、10時から、夕方5時まで。キャンプで1泊された方は朝9時からプールで会えます。これはキャンプをする方でのメリットですね。ウォータースライダーは上下に分かれた4つのプールをつなぐように設置されていて、これが最高に楽しいんですね。一番上のプールからその1つ下のプールまでの続くこのウォータースライダーが一番急でスピードが出ます。小さい子さんもちょっと怖いかもしれないです。もう一つ、一番上のプールはですね、飛び込みの場所がありまして、120センチ以下の小さなお子さんは注意事項がありますので、こちらをよく見ておきましょう。特に飛び込みです。一番上のプールはですね、飛び込みする場所があるんですけども、一番深いところで3メートルありますので、泳ぎに自信がある方はチャレンジしてはいかがでしょうか。ウォータースライダーは下のプールに行けば行くほどちょっと緩やかになっております。小さいお子様用の幼児用プールもあります。こちらはイベント利用などもされてまして、僕らが行った時はニジマスのつかみ取りイベントをされてました。150m のですねロングローラースライダーがあるんですけど、こちらはプールをですね、こう周回して下が見えるかのように設置されております。とても長いローラースライダーなんで、こちらも楽しいですね。一番上のプールの近くにはサウナもあります。今トレンドのテントサウナですね。この他にも、コテージだったり、備え付けのテントサイトであったり、オートキャンプサイト、電源付きサイトなど充実しております。キャンプの詳細はですね、ブログの方で紹介しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。ウォータースライダーをですね、目いっぱい楽しむ方法として、やっぱりですね、このハンドル付きの浮き輪があると大変楽しめます。ちなみにこの浮き輪のレンタルもありますのでね、レンタルを利用されてもいいんじゃないでしょうか。一番上のですね、ウォータースライダーだけは、ちょっと傾斜があるので、浮き輪なしでも滑ることができます。はい、2023年はですね、新たなプールの開拓ということでマザーネイチャーキラリでプール遊びを楽しんできました。こちらの動画、夏のレジャーお役に立てるようであればチャンネル登録お願いします。